農業の肥料や市販の加工食品に含まれ、我々の暮らしの身近に存在するリン。実は世界的な人口増加などを理由に、今後良質なリンが枯渇するのではないかと言われています。また日本はリンのほとんどを輸入に頼っていますが、輸入価格が高騰するなど、リン資源の確保が課題とされています。しかし、このような課題を解決できるかもしれない画期的な新手法の研究をしている研究室があります。それが福岡工業大学生命環境科学科の久保研究室です。研究室が注目したのは鉄。鉄を作る途中でできるある物質に注目して研究を進めているんです。それがこちらが鉄鋼スラブです。この中に含まれている有価物を回収する研究を進めています。鉄を工業品として利用するには、鉄鋼所で鉄鉱石を溶かし、鉄鉱石に含まれる不純物を取り除く必要があります。その際排出される不純物の塊を鉄鋼スラグと呼んでいます。久保研究室が取り組んでいるのは、鉄鋼スラグから有効な資源を取り出す研究です。鉄鋼スラグにはリンやマンガンなどの資源が含まれていて、久保研究室ではその中からリンを抽出する研究を進めています。農業用の肥料としてはもちろん必須ですし、こういう先端材料でももちろん必須なんです。それが急に途絶えてしまったら、日本の食生活も産業も大変なことになってしまいますので、やはり日本国内で自給できる、そういうリスクを減らすという意味でも非常に社会的にも意義深いものだと思っています。研究室では鉄鋼スラグに一時的に大電流を流すことで物質を分離させ、リンを抽出する方法を開発し、特許を取得しました。できたら、なんか現場工場とか企業で使っていただけたらいいかなっていう感じですね。輸入に頼っている状況なので、自国で安定して林資源を自給できたら一番いいんじゃないかなと思います。日本は製鉄大国のため、今後研究が発展していけば、国内需要を賄うほどのリンが採取できるのも夢ではないと久保准教授は話します。資源が突然途絶するようなことがないように、平和に持続可能にな社会を続けていけるように、その一つのキーになる技術になればいいなと思っています。